心になるのが、農家さんに対する技術支援が、各地なんですけど、それを、中心にしながら、その我々が受け持つ地域 の、農業技術を支援として農業を中心にしながらその地域全体の支援をしていくというか、活性化につながっていくような、仕事ですね。そういう関係機関、農家さん、そういうところの間に入っていって、この地域全体が農業という切り口で、発展していくような部分を我々が担うという感じだと思います。代表的な関係機関というと市町村ですね。それから、農業協同組合さん、ここが我々が一番関わるところのツートップかなと思います。農業を生業にして、生計立てていらっしゃるので、それが、より皆さんが望むような農業経営というか、生活形態になっていくように、それが皆さんの目標になるところにちゃんと行くのかどうか、行ってないんだとすれば技術的に問題があるのか、その他に問題があるのか、でその部分を我々が、相談に乗って、アドバイスする時もありますし、一緒に考えていったりということが、主なことかな。農業改良助長法っていうのがありますけど、それをもとにして、農林水産省が定めている共同農業普及事業の運営に関する方針っていうか指針があるんですけど、それを受けて都道府県がその共同農業普及事業の実施に関する、今度実施っていうことで、各都道府県に付託されたもの、それの定めるところに乗っ取って、我々が現場に入っていくっていうことになると思います。ここ十勝農業改良普及センター十勝北部署って言うんですけど、十勝の場合は 1つの本署と、それから5つの支所があります。で我々もその支所の5つある支所のうちの1つで、普及員としてうちに、配属されているのは私含めて12人ですね。うちの場合は地域係が2つありまして、地域1係と地域2係というのが分かれて、ある程度の行動範囲を定めて動いてます。そこにそれぞれの、専門項目を持った人間がいて、対応していくということになるんですけど、専門の技術的な対応というのがやっぱり一日のうちでは一番多いことなのかなと思います。